4月18日月曜日午後8時1分高尾範博弘の入ってねえんだよ今日の放送は西宮のカリスマ不動産ハーベルさんの提供でお送りします 今週のピックアッププロ野球、レッドアイ、えー、このコーナーではタイガースの戦いはもちろんのことなんですが先週1週間のプロ野球を、えー、赤星目線で振り返っていきたいなと思いますまた佐々木朗希投手がね、すごかったですね、もうあわや2試合連続完全試合かというところだったと思うんですけどいやー、本当すごいピッチャーですね。 まあただね今、やっぱりこの話に関してはいろいろ賛否両論が巻き起こってまして、えー、なぜ8回で変えたのかっていうところをねすごく言われていることもありますして実際に僕もね、あのー、完全試合2試合連続完全試合なんかっていうのはなかなか見られることではないですしちょっと見てみたいなっていうのはすごく思ってたんですけど僕は正直野球人として言わせてもらうと あそこの変えたタイミングっていうのは、もう本当に井口監督が、うん、よく段判断されたなっていうふうにはすごく思いますし、ただやっぱりロッテというチームが、佐々木投手を取った段階で、計画を多分ね立ててたんですよね、1年目はしっかり体を鍛える、体を強化させるための1年目。 でそれがまあだんだんこう本当に身になってきてで、2年目、昨年ですよね、昨シーズンは、シーズンの途中から一軍でも投げるようになってで、間隔をしっかり空けた中で投げていくで、そして今年3年目、ローテーション、1年間こう、なんか6日ぐらいで回して、ですね1年間ローテーションで投げてもらうっていうのが、あのー、今年のまずプランとして、段階を経ていく上で、 ていく中ででのプランだと僕は思うんですねそれをやっぱりロッテというチームがきっちり佐々木投手に対関してはやってるからこそののの交代だったのかなとは思うんですね、まあ、実際にもう本当に9回もう1イニングじゃあたかが15球とかって思うかもしれないんですけど1年間戦っていく中でローテーションで守っていってほしいっていうのが今年のロッテの思い出あるんであれば。 やっぱり15球、それが積み重なっていくと1試合どっかで飛ばさなければいけない投げ,投げるのをやめてもらわなければいけないっていうのが出てきてしまう可能性もありますしもちろんねそ,のそれぐらいいけるだろうって思うとは思うんですけど正直まだ今年21歳なんですよね20歳なんですよね、まだね。そう考えると、あのー、体のことを考えてあの,あの球を投げれる。 っていうのがまず高校生の時に16。3キロを投げてるわけですよ。あの時に体がまだ出来上がってないのに16。3キロ出てしまうっていう。その何て言うんですかね？体とその馬力が合ってないっていうんですかね？まあ、だからそれはすごく言われてたことでもあると思うので、プロに入ってそういう育成プランをしっかり立てて、あのやってきてるチームに今いるからこそ、それがまあ、できたのかなと思いますし。 まあ僕も実際にあの昨日の交代を見てね、正直1イニング、もう1イニングいったら、ロッテがさよならで点を取れれば、完全試合達成になるんじゃないかなって思ったりはしたんですけど、なかなかでも変えられることではないなと思いましたし、多分佐々木投手にもね、しっかり話をして、佐々木投手も試合後に納得してますっていうことも言ってたんでね、まあ、これからまだまだあと、日本であと何年ぐらいプレーをするのか分からないですけど、 下手したら来週もまだね、そういうピッチングをするかもしれませんし、あと何回ね、そういう可能性があるかって考えたら、まだまだ可能性っていうのは十分あると思いますし、まあ、もちろんね、歴史上に2回に続けての完全試合なんていうのは、多分ないことなので、まあ、それを見たかったなとは多分思うとは思うんですけど、まあ、僕は本当に、あの昨日に関しては、まだ、あ、もう本当にね、皆さん、どっちの意見もあると思うんですよね。 だから僕はその昨日の井口監督の決断っていうのは、まあ、これはこれですごく良かったことなのかなと思いますし、将来的なことっていうよりは、今年のまず1年間戦っていく上での佐々木投手を中6日でしっかり回していこう、日曜日に佐々木投手に必ず投げてもらおうっていう意味で言うと、えー、の考えだったと思うので、まあ、僕はそれで良かったのかなとは思ってますね。 ただ、ね、このまま、ね、佐々木投手が日曜日に回り続けると実は今年、交流戦でタイガースが金、土日でロッテ戦なんですよね。そう考えると佐々木投手が交流戦ですぐこうそのまま来ると、えー、佐々木投手と対戦するっていうことにも、ね、なると思うので、まあ、それはそれですごい楽しみだなとは思いますし。